皆さんこんにちは。今回はアカイアの新しいアプリブリューバーのご紹介をします。こちらのアプリは iPad 専用のアプリです。スマートフォンではご利用できませんのでご了承ください。まずご用意いただくものはアカイアのパールもしくはブラックパール、こちらは最大2キロまでの軽量です。なのでその上に軽いチタン製の赤いアトラスドリップスタンドを置きます。次に赤いアルナー、こちらを乗せます。次にご用意いただくのが日本仕様の一度単位で温度設定のできる湯沸かしケトルボナビータです。こちらも温度設定してご用意ください。そうしましたらまず Bluetooth がつながっているか確認ください。 Bluetooth をつなげます。つなげたらアプリを起動、画面が出てきたら右上のプラスをタップしてください。画面が切り替わります。次に右上のセッティングを押します。セッティングを押したら器具のセットに移ります。下のブラックパール iPad に表示されたらタップ、次に赤いアルナーiPad に表示されたらタップ。これで赤いやとスケールがつながりました。画面を閉じます。次に左上のネームオブザブリュー、こちらには検証名などをご記入ください。今回は FBC001。次にその下クリエイターをタップ、こちらは抽出した人の名前をご記入ください。次にブリューメソッド、現在はカリタウェーブとケメックスのみとなっておりますが今後増えていく予定です。今回はカリタウェーブ。次にコーヒービーン、使用する豆をご記入ください。その下、2個下のグラインドサイズ、こちらは使用するグラインダーと挽き目をご記入ください。今回はミルク粉でグラインド5です。右隣のテンパーチャー、こちらはすでにセットしていたケトルの温度をご記入ください。ここまで記入したら今度はスケールに器具を乗せていきます。画面に重さが表示されたら右下の T を押して0にします。次にお豆を入れていきます。画面に重さが表示されました。セットを押します。すると左側のビーンウェイトのところに現在入れたお豆の重さが表示されます。そうしたら T を押して画面を0にします。次にスタート、抽出を始めます。抽出を始めると iPad の方にどんどん抽出記録が表示されていきます。下の数字は秒数がカウントされています。
ブルームの時間を得て、また次に抽出を始めると、またグラフが表示されていきます。今右上の iPad に表示されているのがお豆とお湯の比率です。1:11、下のドリップされている方が1:6です。することによって実際に抽出されたお豆とお湯の比率などが分かるようになります。抽出終わりましたら左下の段を押してください。現在の抽出記録が表示されます。最後に味を見たら自分での感想のバランスを記入してください。最後に右上のセーブを押すと現在の記録が保存されます。保存された記憶は左のところに表示されますので、こちらをタップすると今の抽出記録を確認することができます。